17世紀に描かれたペラギウスの肖像。ペラギウスは初期キリスト教時代の神学者。ペラギウス主義と呼ばれる教義を広く展開したが、後に異端とされた。ペラギウスの出自はカレドニアと呼ばれた現在のスコットランド、またはアイルランドと言われる。修道像だったと語り継がれているが、実際にそうだったという確証はなく、修道士として組織に入っていたという証拠もない。 しかし彼は非常に白色でラテン語のみならずキリシア語にも通じていた。また道徳的に非常に清い生涯を送ったと言われており、それがアウグスティヌスの主よすべて何時の命ずるところを与えたまえという言葉に表された恩調は良き行為に対する褒美ではなく道徳的な振る舞いが救済に直接結びつくわけでもないという考え方に、 反発させたと考えられる。380年頃ローマに赴いたペラギウスは、苦行の実践と伝道で広く知られるようになり、この時期に多くの著作を残したと言われる。現在では、彼の著作は散逸してしまい、その筆跡は対立者による引用のみでしか伺うことができないが、ローマにおけるペラギウスは、当時のローマ社会の倫理的破綻に警鐘を鳴らし、また、 アウグスティヌスなど多くの恐怖が説いた神の恩寵に身を委ねるという態度を批判したという。しかし405年頃にアウグスティヌスの告白に触れたペラギウスはアウグスティヌスの人間存在の捉え方に強い関心を持ったとも言われる。当時の教会の教えでは人間とは絶対的な神の恩寵にすがるのみの従属的な存在でしかなかったが、 アウグスティヌスの教えはそれら従来の教義に反するもののようにペラギウスには思われたからだという。410年に西郷土族のアラリック一水によってローマが略奪されるとペラギウスは弟子のケレスティウスを連れてカルタゴに逃れた。またこの時にペラギウスは直接アウグスティヌスと相まみえたとも言われる。カルタゴにおいてペラギウスの教えは 急速に広まった。しかしペラギウスの教義には、従来の教会の教義とは異なる点があり、特に現在と救済に関しては大きくかけ離れていた。そのためアウグスティノスは、自説を広く、人々に説く形で、ペラギウス主義に対抗した。すなわち、人間の現在を強調し、幼児洗礼の必要性を解き、神たるキリストなくして罪なき人生はあり得ないとした。 ただしこれはあくまで一般の人々に対しての強説であり、ペラギウスを名指ししての論争ではなかった。この後間もなくして、ペラギウスとケレスティウスはパレスティナへと逃れた。パレスティナではこの地に住むヒエロニムスとの間に論争が始まる。ヒエロニムスはアウグスティウスの弟子ヨロシウスと共にペラギウスの思想を弾劾。しかし現地エルサレムの司教ヨハネがペラギウスの友人だったため、 415年7月、ヨハネの主導で、教会会議が開催される。ここで、ペラギウスは、神は人を作りたまうたものゆえに人は、神の救済を必要としていると主張した。また彼は他にも、自らの主張を補強するために、彼を認める数多くの教会の重鎮からの手紙を披露した。その中には、アウグスティヌスのものもあった。細かい教義の解釈では、 意見を意にするとしても、アウグスティヌスは、ペラギウス自身の人柄は評価していた。しかしこの協会会議には、ペラギウス主義を政党から外れた、協議解釈と認定するだけの権威がなかった。そこで、アウグスティヌスと司教たちは、ペラギウスとケレスティウスの出席なしに、ペラギウス主義を、再び弾劾、インノケンティウス一世に文章を送り、彼の協議解釈を異端とするよう上申し、 それに成功する。それでもペラギウス自身の行動は間違った信仰による罪とは定められなかった。ペラギウスは教皇、ゾシムスに書を送り、自分が全く正当な信仰を持っていると主張、さらに自分の主張は以前から矛盾したものではないとはっきり態度を明らかにした。教皇はペラギウスの書に感銘を受け彼を無罪とした。 未だもって、ペラギウス主義が異端とされないことにアウグスティヌスは、驚くが、418年のカルタゴ会議でははっきりと、ペラギウス主義は否定される。すなわち、現在、幼児宣令、そして神の恩寵についての協議が明確に定義され、これが、教会全体の基準として確立した。これにより、ペラギウス主義はイタリアから消えることとなった。ペラギウスの最後は、よくわかっていない。 彼は対立する、教会勢力によって殺されたとも、失望して、ローマをサリ東方へ向かったとも噂された。しかし、彼が亡くなった後も教えは弟子たちに受け継がれ、主にブリタンニア・パレスティナ、北アフリカで、ペラギウス主義は数世紀の間存続した。反ペラギウス主義もその中の一つである。ただ、ペラギウスが実際に説いた教えが、 どのようなものだったのかについては、資料がほとんど残されておらず、彼の協議は少なからず、教会勢力によって歪曲されている、可能性がある。2004年制作の映画、キング・アーサーには、主人公アルトリウスの精神的な死として、ペラギウスの名が出てくる。この映画では、ペラギウスは、ローマで殺されたという設定になっており、その死を知ったアルトリウスは、 ローマ帝国への忠誠を捨て去るに至る。DAV ハルナック、競技士公用、串間ジエ、1997年、P213 から214。DAV ハルナック、競技士公用、串間ジエ、1997年、P213。DAV ハルナック、競技士公用、串間ジエ、1997年、P212。DAV ハルナック、 競技士公用、串町へ、1997年、P214。DAV ハルナック、競技士公用、串町へ、1997年、P214。ありがとうございます。